お次の方、拍手でお迎えください。どうぞ。あ、なんと今日初めての女性でございます。大丈夫です、どうぞお座りください。座りました。はい、いいですよ。お名前、なんかお手半とかあだ名でも結構ですけども、お名前聞かせてください。 S さん、鈴木かな、佐藤かな、わからないですけどもさあ、女性ですけども普段からやられてるウルフォは？たまに。じゃあちょっとは自信ありますか？さあ、じゃあどんなプレーを見せてくれるのか。じゃあ梅原さんには何を？竜で。いいですか、竜で。大丈夫ですか？強気なさあ、では竜を選ばれたということで、もう梅原さん別にね、女性でも男性でも手は抜かないと思いますから。こう、ジュリちゃん、ジュリね、もう僕の前の顔でそっくりですけどね、ジュリはねさあ、ということで女性なんですけどもいかがでしょうか。さあ行きましょう。やっぱり竜と対戦したいっていう人がもうなんか圧倒的ですね。もう大会でも女性が出てくることってあるんですよね。それはありますよ。女性プレイヤーでも本当に上位のプレイヤーっていうのも中にはいますから、はい、競技もね、本当の格闘技よりもやっぱ体格差とか関係ないですからね。そうですね、はい、そこはまたいいとこなんですけどね、はい。さあ、なんとか体力取り返したいんですけどね。大丈夫です、大丈夫女性でもね、手を抜かないところがいいです。そうですね、全力で使いましょう、はい、技使えてますから ね、はい、でも多分2本目はちょっとやっぱね、女性なんで、はい、少しこう遊びも言えそうもないですね頭をチャージして、いいですね、この球をうまく使いこなして竜を近寄らせたくないというキャラなんですけれども、でも いいですね。何が起きるかゲージがあるのでわからないですよ。おー、でも2本目はね、だいぶ前線されたと思います、はい、いや素晴らしかったですよ。いかがでしたか、対戦してみて。いい記念になりましたね。じゃあ最後に握手をして、はい、記念にしてください。はい、ではありがとうございました。でも嬉しいことですね、こういう大会ね、女性が来ていただくっていうのは。そうですね。はい、では続いての方どうぞ。あ、なんとまた女性でございます。どうぞどうぞ。あ、そしてこれ妹さん。あ、どうぞお座りください。妹さん、じゃあここ横座りな。はい、どうぞどうぞ、どうぞ座って、いいですよ、お座りください。今日はじゃあ姉妹で来ていただいて、ちなみにお名前いいですか？小手半でもあだ名でもいいですよ。名前ユニと申します。ユニさんと。なしで、わかりました。はい、さあでは、梅原さんには何を？すごいですよ、すぐに竜で言いましたけどもね、ちょっと腕にもしかしたら自信があるのかもしれません。即答でしたからね。即答でしたからね。おお、竜対竜、女性のスティックさばきが早いですね。そうですね、ファンファンって選んでますから、なんか腕に覚えありみたいな。相当やられてるんでしょうか。さあどうでしょう。ほら、梅原さんは手は抜かないですよ。後ろででも妹さんがものすごいつぶらな瞳で見てますからねこれは負けられない戦いだと思います、はい、まずは波動拳をセービングで取ってゲージを貯めに行くという非常に冷静な立ち回りですが、しかし梅原が、しかしうまく中央を押し返しましたね。上は通さない。やっぱりね、あの投げもかなり苦しいんですね。世界一のグラつぶしがあるので食らってしまうと思う。なるほど。ただかなりやられてる方っていうのは分かりましたね、今ね。そうですね、はい、
とっさの脱落も昇竜拳で覆すというのは、真空上も伸ばさない。ということでやはり叶わなかったということでございます。いかがでしたか？めちゃくちゃ強かった。ダメでした。でもかなりやられてる方っていうの分かったんで、どうだった、お姉ちゃんやってるの見て。すごいなって。でもこんな感じ、お姉ちゃんは、はい、ずっとやってるんですね。ずっとやってるのを見てます。なるほど。じゃあこれからもね、姉妹で、ぜひともやってみてください。では今日はありがとうございました。ありがとう。あ、握手もしてね、どうぞ。ありがとうございました。宮原さんすごいです。女性にも大人気ですね。すごい確率ですね、この2人続けて、ね、連続で女性が来るっていうのはね、はい、一瞬3人かなと思ったんですけど、ね、そうですね、違いました、ね、妹さんでしたね。前の顔でそっくりですけどね、自分ね。はね、い、さあ、ということで女性なんですけども、いかがでしょうか。さあ行きましょう。やっぱり竜と対戦したいっていう人がもうなんか本当圧倒的ですね。もう大会でも女性が出てくることってあるんですよね。それはありますよ。女性プレイヤーでも本当に上位のプレイヤーっていうのも中にはいますから、はい、競技もね、本当の格闘技よりもやっぱ体格差とか関係ないですね。そうですね、はい、そこはまたいいとこなんですけどね、はい。さあ、なんとか体力取り返したいんですけどね。大丈夫です。大丈夫。女性でもね、手を抜かないところがいいです。そうですね、全力で使いましょう、はい、即答でしたからね。即答でしたからね。おっ、竜対竜、女性のちょっともうこうスティックさばきが早いですね。そうですね、ファンファンってやられてますから、なんか腕に覚えありみたいな。相当やられてるんでしょうか。さあどうでしょう。梅原さんは今日は抜かないですよ。後ろででも妹さんがものすごいつぶらな瞳で見てますからね。これは負けられない戦いだと思います、はい、うん、まずは波動拳をセービングで取ってゲージをためにいくという非常に冷静な立ち回りですが、しかし梅原がしかしうまく中央を押し返しましたね。上はいい記念になりましたね。じゃあ最後に握手をして、はい、記念にしてください。はい、ではありがとうございました。でも嬉しいことですね、こういう大会ね、女性が来ていただくっていうのは。そうですね。はい、では続いての方どうぞ。あ、なんとまた女性でございます。どうぞどうぞ。あ、そしてこれ妹さん、あ、どうぞお座りください。妹さん、じゃあここ横座りな。はい、どうぞどうぞどうぞ座っていいですよ。お座りください。今日はじゃあ姉妹で来ていただいて、ちなみにお名前いいですか。小手半でもあだ名でもいいですよ。名前ユニと申します。ユニさんと。なしで、わかりました。はい。さあでは、梅原さんには何を。すごいですよ、すぐに竜で言いましたけどもね、ちょっと腕にもしかしたら自信があるのかもしれないですね、うん、技使えてますから ね、はい、でも多分2本目はちょっとやっぱね、女性なんで、はい、少しこう遊びも言えそうもないですね。頭をチャージして、いいですね、この球をうまく使いこなして竜を近寄らせたくないというキャラなんですけれども、でも いいですね。何が起きるかゲージがあるのでわからないですよ。おー、でも2本目はね、だいぶ前線されたと思います、はい、いや素晴らしかったですよ。いかがでしたか、対戦してみて。次の方、拍手でもかけてください。どうぞ。あ、なんと今日初めての女性でございます。
大丈夫です、どうぞお座りください。座りました、はい、いいですよ、お名前なんか小手半とかあだ名でも結構ですけども、お名前聞かせてください。 S さん、鈴木かな、佐藤かな、わからないですけどもさあ、女性ですけども普段からやられてるウルフォは？たまに。じゃあちょっとは自信ありますか？全然ないです。さあ、じゃあどんなプレーを見せてくれるのか。じゃあ梅原さんには何を？竜で。いいですか、竜で。大丈夫ですか？強気なさあ、では竜を選ばれたということで、梅原さん別にね、女性でも男性でも手は抜かないと思いますから。ほう、ジュリちゃん、ジュリね、